だったんですけど、優勝して嬉しいです。ありがとうございます。今の気持ちは、今の気持ち、ああもうキャプテンになって優勝できたんで最後です。ありがとうございます。あれね、キャプテンなの？キャプテンなの？キャプテンなのじゃないっすよ。あ、キャプテンなの？キャプテンだ。 C マークついてないからキャプテンじゃないと思ったけど、いや、あのワンクレ去年から負けなしでずっと来てたんだけど、最後叩いてね。まあ、あの戦力的には向こうすごい上手なんで、まあでもなんだろう、うちのチームはなんかいつも通り楽しくで優勝しました。はい、はい、ワンクレどうでした？ワンクレ、はい、ワンクレインズどうでした？いや、まあ強かったですけど、うちよりはちょっと弱かったかなって思いますね。すごい強気な発言だね。いや、これもあの SK 久々の優勝？多分あの僕が大会 MVP 取った時以来だと思います。ああ、そう、結構前じゃん。多分そうですね。ああ、そうなんだ。いや、何度かあの優勝になったわけですけども、来年もまた SK、 ちょっと恥ずかしがらないでこっち来てね、全国 の、 ちびっこがみんな見てますから、アイスホッケーちびっこが。来年もぜひ、優勝を目指して参加してくださいね。はい、それでは、2023釧路ビアリーグ最終戦ディビジョン1ファイナル、見事優勝でした SK 釧路でした。ありがとうございました。